やろ、YouTube。イエーイ鬼ま虫沢しげみです。さーて、今日はやってまいりました。ここまで来ましたね。ザ・コーショー術。ね、今まで散々勉強してきました。物件は自分が売るときよりも安く買えばいい。わかりました。そうですね。その通りですね。そうやれば勝てますね。じゃあ、どうやって一体安く買うんですかと。 それがここでその全貌が明らかになります。これまでもね、あのいろんなことをお伝えしてきましたよね。その安くか、どこまで物件が、ね、値段下がるのかど、どれが安いっていうことなのか、自分で表を作って、エクセルでこう見極めて、これだったら勝ってる、勝てない、どのくらい経費として見積もるのか、どのくらいリスクとして見積もるのか、これでもう絶対勝てる。またね、ざっくり言えば、周り回りが20%とかね、25%とか、そういう数字を弾き出して、これだったらね。 多少面倒くささを買ってもねやっていいかなっていうところこれ自分が決めてくださいねこの自分が決めたここからが勝利のラインここからはまあまあここからは負けのラインっていうのを自分で明らかにしてやるそれは分かりましただから早くその安く買うための交渉術を教えてくださいよ沢さんと分かりました皆さん大変お待たせいたしましたということでね今日はこの交渉術でやっていきたいと思うんですけれどもねこれがうまくいかなければ当然まああのね表示されているその オープンにされてる値段で買う、ね、この値段で買ってくださいって言って、売り主の方は広告を出しているわけですから、その値段で買うんですけど、そうするとね、やっぱりリスクが自分の中で大きくなる、つまりまあ自分で修繕したりこう、空室のリスクとか、そのいろんな、ねまあ、崖崩れとか、エレベーターが壊れたとか、やっぱりシロアリがいたとか、いろんなねこ、今怖い話してますけどね、そういうリスク自分で終わなきゃいけない。だから、それをカバーしても、まだなお、これ十分に。 えやっぱりね、あの投資として成り立つなっていうようにするためには、その分を、あのー、安く買う、つまりその物件の適正な金額で買うってことが必要なんですね。じゃあ、この交渉、一体誰にするんですかということで、1つは銀行に対してやります、つまりフルローンを出してください、まあ、フルローンいかなくてもね、こ,うこれであの私に融資してくださいっていう交渉がありますよね。それともう一つ 売り値、ね、買い値をこう下げてくださいと。なんでですか、こ,ういうこの物件にはこういう特性があって、これこれこうだから、この値段で買わせてくださいというところ、この2つの交渉相手、銀行と対銀行と対売り主ってありますね。ここを見ていきたいと思いますが、その前に、この交渉の全体像というところをこのページで見ていきましょう。まあ、上から見ていきますとね、まず物件と出会う、探す、導かれる。でもね、最初の探し方とか、ね、メールで。 あのまあ、あのインターネットの,、ね、その吹き溜まりのような、かつきかすむすびて、しかも音の水にあらずみたいな、そういう歌た、よどみに浮か,浮かぶ歌方のような、ね、そういう物件たちを探しながらもこう出会うかもしれません。ね、これ、ご縁ですから、ほっと出てくるかもしれないです。他の人には魅力的じゃないけど、自分にとっては魅力的だって、これね、魅力的の定義が、ね、人によって違うわけですよ、その価値の定義も違うのと同じようにね、今、自分がどういう物件をやりたいのか、これによって違うわけですね、木造鉄 鉄筋、えー、コンクリート全部違いますよね、まあ、そういう物件を探すんですけれどもこれ結構ね導かれるってところもあって自分がたまたま知り合いになったその不動産の人が教えてくれたりね、まあ、それあのメーリングリストに登録して、まあ、いっぱい登録して仲良くなってそのねあの相手は私の営業マンですからその営業マンの方々に気に入っていただければ、ね、いい物件が澤さんだけにって言ってこう来るかもしれないですしね。 そうやって導かれていくわけです。向こうに物件と出会う。そして、ね、出会ったのをどうするんですかねエクセルシートに書いて、1行1行ね、これはいくらで売られてるけれども、私はいくらで買えば買ってて、その時のローンがいくらで、えー、経費がこのくらいで、これは何部屋だから、あのこのくらいあのリスクを見積もってっていうのをこう出すね、あのシート前、前のページでやりましたね。その評価シート、ここで自分の価値を定義してください。で、この価値のラインに、 え乗るんであればその物件をこう検討していく、ね、全部物件検討してたらすごい時間かかりますんでね、自分の眼鏡にかなう物件、この物件は1億円で買ったらやばいけれども、8000万円だったらまあまあいいな、7000万円で買えたらもう一撃で上がりだなとかっていうのが、それをあの表を見ればねあの、自分で分かってくると思いますで、これが分からないということは、まだ、えー、その地域に関するあの不動産のリテラシーとかね、あのその地域,に地域に対するその値下がりとか値上がりとか、今後5年どうなっていくのかっていう目がね、 ついていってないので、そういう場合は宿題1をやり直してくださいね。この宿題1、10回、20回やり直してください。これね、1回目やらないんでね、澤さん、どの物件がいいんですかっていう人もいるので、注意ですよ。あなたの人生がかかった物件ですからね、あの不動産投資がいかに、あのー、なんだ平均値くらいの人でも勝てると言っても、ですね本来1億円の価値しかない物件を2億円で買ってしまったら、その人は終わるんです、そりゃそうですよね、ローンの額、めっちゃ高くなるわけですから。 はいということで、もうこれ自分が勝てるって確信できることが重要なんですね。そのためには当然、本も何冊も読んで勉強してください。ただね、ねこの動画を見ればその何冊、何十冊読んだ以上の価値がありますんで、だから私はこの知識をシェアしているんですよ。ということで、消化シートで価値を定義して、ね、上から順番にあこの物件いい、まあまあいい、これはここまで値段が下がったらいいみたいなことを作っていくわけですね。そして、種銭と知恵を整える。ね種銭なかったらねいけませんから、ね以前前回の回でもやったように、 1>, えっとまあ、1億円の物件を買うんだったら、最低でもやっぱ手元に1000万円ないと勝負に始まりません。その上で頭金を何千万円入れるか、頭金ゼロ、ね、フルローンなのか、まあ、そこが銀行との交渉になっていくわけですね。えー、っとで、えーまあ、金利いくらで借りるかみたいな、で知識を整えてないと、いくらね、もう最悪のパターンは誰か。 すごい人にこの物件がいいですよって勧められて買うパターンです。そしたら誰が得しますかそうですね、勧めた人が得するんです、ね。不動産業者が勧めてくるのは自分が利益をそこに乗っけてるからなんですね。つまり、高づかみさせられてるわけです。高いもの、本来5000万の価値しかないもの、1億円で買ってるんです。1億円で買ってるってことは、本来5000万の価値なので、銀行から見たら5000万円にしかならないので、あなた5000万円ショートしてますよ。どうするんですか、ね、その足りない部分は頭金で入れてください。はい、頭金3000万円。 つまり、こういうことなんですよ、頭気に入れろっていうのはね、あなた、高掴みしてますよってことなんです。まあ、えー、とそれでね、知識を蓄え、その上で書類確認、ね、あの書類確認のやり方を教えましてねであの、自分が価値の定義だと思ってる、この物件ね、1億円で売られてるんだけど、8000万円で買えたら買えるんだけどねってね。 思った時に8000万円で買えない物件にチャレンジしてもしょうがないですよね。買えるか、その物件8000万円まで値段が下がるのかどうかっていうのは書類を見れば分かるんでしたね。詳しくはそこの回を見てください。自分の価値と適合している、まあ、これはここまで下がる可能性がある。そしたら書類をさらに読み込んで、えーまあ、その資料作成、交渉に入っていくわけですね。それで、えー、内見。 内見これ難しいですね内見ね初めて行く人が一回行って分かると思いますか分かりません。ね。内見もう私もね20回以上行ってますけれどもあのだんだんねやっぱね目が肥えてくるし自分の物件を持ってねほじくり返したり切ったりねあのうんその床の下を覗いたりして。 することによってどこを見ればいいのかって分かりますし、ね、あと、まあ、で出てきますけど、まあ、その雨漏りだとか、シロアリだとかね、怖いこと言いますよ、ね、いろんなものをやっぱり見て、えー、要はそれがあとで値引きの交渉に使えるんですね。つまり、あのーね、悪い物件ほどみんな買いたくない、買いたくないということは安くなる、ねその、例えば300万円で雨漏りが直せるんだったら、500万円安く買ったらどうですか。 ね、200その時点で200万円得したことになるでしょう。じゃあ、なんで500万円安く買えるんですかそれ、みんなが欲しくないからです。欲しくない、ね、みんなが欲しい料金っていうのを上乗せされたものをみんな高値で買ってる。たで結局、不動産っていうのは高値で買うことがその、その要は自分でコントロールできるゲームのルールに直結してるわけですね。はい。ということで、まあ、内見でリスクを。 ね、ありますない物件ないです、だって中古、中古でリスクがないってないです、まあ、新築でも当然ありますけどね。 あのどっかが傷んでるわけですよ、ね、前の住人がもう変な、もうどうやったらこうなるんだっていうのはぐちゃぐちゃにして、ですねもうカビだらけの部屋にして出てってるとか、ですねもう水道管が破裂しそうだとか、ですね水道管が赤サビが出てきて止まらないとか、エレベーターが壊れるとか、ですねエレベーターが壊れるだけだったらいいですよ、人が乗ってて怪我しちゃうとか、ですねビランダが落ちるとか、ですねこれ、当たり前です、不動産やってたら当たり前に起こるんです、なぜならば、ね、20年も30年も放置してる家かもしれませんよ。 でそういうのを自分でリスクを取るんです。リスクを取っても、あまりある利益があるのか、それを見るんです。それはあの1件、2件見てるね、わかんないんで、まあ、詳しくは内見のところでもう一回確認してください。そして交渉ですよね。タイ銀行とタイ、えー、売り主、ね。タイ銀行には、ね、これから説明するね、もう,もうとっておきの、ね、このプレゼンシートって、これね、その通りは、ねまあ、使えないと思うんですけど、まあ、自分でその物件ごとに書き直して、ね、やると。 もう一言で言うと、銀行マンが査定するわけですよ、この人に貸していいのかなと、ね。何千万円貸していいのかな、この物件何千万円の価値あるのか、それをその林毅の資料を自分が代わりに作ってあげる。ね、そうしたら、この人はねあの能力の高い人だなと。ほんで、この物件は、ああ、そうなのか、も私が調べるまでもないな、これね、自分がめんどくさいと思ったら大間違いですよ、自分の営業マンなんですよ。自分の ためのその要は自分の会社のなんか金融係みたいなのがいて、その人の仕事を私がやってるんです。だからうまくいくんです。だからプレゼンシートをね。あの銀行マンがそのまま見せたら、もう上司がね。オッケーっていうような。そういう資料を作っていきましょう。それを次見ていきますよ。で、あと売り主にね。売り主にね。まあ、例えば1億円で売られてる物件をね。あの8000万だったら買ってあげますよ。ああ、7500万だったら買ってあげますよ。って言ったらその人に売りたいですか？あなた。 ね、いやこいつは1億2000万で売らねえみたいになっちゃうかもしれないですね。結局ね、相手の気持ちになるからなんです、この銀行マンの気持ちになってプレゼンシートを作れるか、ね、売り主の気持ちになって、どうか売ってください、ね、あ確かに、いいやつじゃ、こいつかわいいな、こいつちょっとね、まあ、もう私2、3年そ損するけど、もうすぐ売れるんだったら、この人でいいや。 うんうんって、ね、ぽーンってこう押したくなっちゃうような、そういう,もう対人術ですよ、交渉術イコール、そういうものを、まあねあのねまあ、交渉ということでやっていきます、そして交渉がまとまりつつあると、ね、まとまりましたと、その間も、ね、あの情報収集してください、例えば、ね、この物件買います、そしたら隣の土地の所有者は誰なのか、隣は誰なのか、これあの、法務局。 あの担当の,その地元の管轄の法務局に行くとねあのブ,ルーブ,ブ,ルーブルーシートじゃなくてあのブループリントじゃなくてあの青い写真じゃなくてその要は青い本が,、ね、青本が置いてありますんでそこを見るとあの地盤が書いてあるんですよね。そ,のそれは住所じゃない。その,等規模の地盤が書いてあるそれで その申請するとまあ1つ600円とかですね、まあ、結構ね、あの何府でもあると何個も申請しなきゃいけないので、あのかなりのお金がまあ1万円とか2万円とかかかるんですけれども、まあ、それをやると、その隣の地権者の登記簿とか、そういうものが見ることができる、ああ、この人がいつかっていない、いくら担保があってみたいなね、そういう情報を収集したり、これ、売り主との調整がありますね、まあ、今例えば1月1日で権利が変わりますって言っても、いきなり1月1日から、その、 入居者さんの振込先が変わるってなないいじゃないですかだからあの2月分の家賃までは2月分の家賃というのはだいたい1月末までにあの払い終わってるんですけどそれはあの前の売り主さんの方で集めていただいてその分をその売り上げの中に相殺してください売上げというかその売買金額の中に相殺してくださいねとかそういうのを調整するわけですねでこういうのはもう事細かに何月何日分までの例えば入退去費用とかあのその日割り計算とかね あの電気の発電,発電設備があった場合それの日割り計算とか、そういうのを不動産業者がやってくれます、それをこうチェックしてやったりあの、交渉ですよね、要は管理会社がそのままなのか、変わるのかによっても、その振り込み先がその入居者から見て変わったり変わらなかったりするわけですね、もしくは自主管理、自主管理の,方は、ねあのえー、とそは不動産の賃貸管理会社にあの手数料を、ね、払わなくていいので。 もう本当慣れた人は自主管理してます。自主管理っていうのは、なんかクレームがあったら、私のところかけてきてください、私が直しに行きます、どこどこ、誰々、あのど,こどこにいつまで振り込んでくださいねっていう、その要は賃貸の管理業者がやってることを全部自分でやる、これが自主管理ですね。まあ、そ,そしたら、それ、まあ、賃料の全体の5%くらいが自分のものになるわけです。まあ、これはその分時間も失われるので、大規模になってくるとですね、専用の,あの事務員さんを雇ってやったりもできるんですけど、そういったあのこと。 が今度管理が始まってくるとありますのでそういったのをどこで切り替えるのかとかですねこれね本当ねもうなんか細かいのもあるんですよその自動販売機の権利がとかですねあのもうこのタイミングで1台撤去しますとかですねまあなんかあったりその電信柱はどうなのかとか電信柱もねあれその自分の土地に入ってるあの電信柱とその自分の土地の中なんだけどそ,そこだけ町の持ち物を 筆、一筆、ちょっとちっちゃいね電子柱1本分の一筆があって、それが町の持ち物で、そこの権利はとか、そこから生えてる視線はとかですね、まあそういう、まあ、細かいところはねあのー、契約するときに重要事項が入ります。そして最後、決済、この決済の日の前後で所有権がこう移るわけですね。そしたら今度はあの購入編から管理編にこう移っていくわけです。じゃあ今ね、この交渉のここのところだけをあの今、 ちょっと拡大してね見てみましょうということで、このザ・交渉術、実際にやること、これを説明しますよ。まずね、えー、さっき言ったように、この物件を選んでこれだと思ったらね、購入金額を決めてください、購入金額。つまりまあ、1000、1億円で売られていますと。でもね、これ1億円で買ったらね、終わってるよねっていう物件ばっかりなんです。これが不動産業界でいうとこの10003つってやつですね。 1000個物件があったら勝てるのは3つだと、おい、1000個に3つかいほとんどねえじゃねえかっていうのは、もうでもそうじゃないです。私に言わせれば、すべての物件が勝てる物件なんですよね。全部、どの物件でも、どんなあのやばい、もう鎖勝てた物件でも、もしそれをただ、もしくは1000万円くれるなら私の所有権に切り替えてあげますよ。でそんなことできるのかって、これやったのがトランプ大統領ですね。まあ、詳しくはまあここで話しませんけど。 あのすごいビルとかをね、1ドルとかで買ってるんですよ。はい。<laughs> 要は不良債権なんでね、まあ、まあ、いいや。あのー、で,でこの、じゃあどうやって購入金額決めるのかっていうと、投資的観点とやっぱ物件的観点って、多くの人がね、これ物件的観点からしか見てないんですよ、購入金額を決めるのに。この物件は1億円で売られてて、うんあのー、ここが悪い、安くが悪い、入居率が。 こうでえっと家賃がいくらだからってこれね。物件の話でしょ。物件の検知の前に投資としての話があるわけです、つまりこれが別に不動産じゃなくてもいいわけです。ただ、何かを買ったら5年後にいくらになって、その間に毎月いくらずつ入ってくる商品なんですね。投資としてみたら？ でその代わりリスクがこれくらいあって水道管が破裂すると1000万円飛んでいくとか、まあ、台風が、えー、来ると、まあ、500万円分屋根が壊れてでもそれはあの保険金で、えー、実はあのー、1500万円儲かりますとかですね、まあ、そういった投資なんですねだからじ5年後にいくらで売るその時に自分が毎月いくら、ね、年間でいくら入ってれば あの投資として自分はこれをやってもいいという判断を下すのか、リスクがないと思えるのか、リスクはなくなることは絶対にありません、ただ、リスクを回避したり、受容するんですね、リスクを受容できない限り、すべての投資はできません、なぜならば投資には必ずリスクがある。で、そのリスクの平均値がどこにあるのかっていう問題ですよね。 そのお金の総量が決まってて、その総量の決まったものを誰が取っていくかっていう、まあ、全部足すとゼロになりますよっていうゲームなんですでそこにショバ台が乗っかるんで、実はマイナスですよっていうのが大方のゲームですね、パチンコ、競馬、競輪、パチンコ、マージャン、こういうギャンブルは全部ゼロサムゲームであって、まあ、つまりみんながお金を出したのを誰かが買った人たちが取っていって、そこに手数料が乗っかってる、まあ、つまり平均値がマイナスなゲームだっていうことですよね。 まあその不動産はそうじゃありませんよねって、やってる人ほとんど買ってます、ただ1億円、そのその1億円の価値しかない物件を2億円で買ったら、ローン高すぎてね、支出の方が多くなってって、満室じゃないと、日もさちもいかないんで、満室で常にいるってことはないので、負けちゃいますよだからその全員が家庭はしないです、騙されたり、高値でつかまされたり、ね、あの何も分かんないけど買っちゃいました。で ね、お小遣い程度にはなると思ったんですけど、満、ま、室、あ、じゃなくなったんでマイナスですっていう、負けてますよね。だそういう要は、お小遣い稼ぎじゃなくて、給料の借りになるのか、まあ、別の言い方で言うと、リ十パーセ20%とか25%になるのかっていう観点ですよ。そこで上限と下限を決めてください。ね、上限を決める人はいますあの。下限も決めてくださいね。どういうことかというと。 8000万円以下だったら買ってもいいけど、0円だったら嬉しいな。0円なんかないですからね、<laughs> あのはっきり言って。その物件ね、0円で買ったらね、贈与ですよ。うんあのーまあ、そういうパターンもね、もう完全に0%かって言ったらそんなこともないと思いますけども、例えば、まあ、さっき言ったようにね、そのもう本当にこれはもう、塞いで、も税金だけ払ってて、全然。 儲からないんですっていう物件もありますから、だから100万円あげるんで引き取ってくださいっていうような物件が存在しないわけではありません。ただ、その妥当な値段、まあ、買おうってうことはね、それなりの価値のある物件なんですよその。それなりの価値のある物件が本来の価値に近く買えるのかどうか。ね、本来の価値っていうのは銀行から見た査定金額ですよ。そこに近い、もしくはそれよりも安く買えるのか、安く買えるパターンはあるんです。ね、早く売りたいっていうパターンが、そういう人に巡り合うか。そのためには数を打たなきゃいけないんです。でも、欲張りすぎるとね、 8000万円だったら買えたのに、いやいや、俺は4000万円以下じゃないと買わねえってね、1億円の物件4000万円になることってね、うんありますかまあ、ゼロじゃないですけど、相当ね、何百件も仕掛けてもね、多分ありませんよ。なので、まあ、イメージとしてはね、もう多くても20件、そして大体10件くらい仕掛けると、1件くらい買えるくらいの値段にこう加減を設定するわけですね。だからそんなに欲張りすぎない。やっぱりね、売り主の人、 ね、こ計算すれば分かりますよ。売り主の人がいつ買って、いくらで買って、でねまあね、それ調べる方法をお,お伝えしましたよね。で、ね、毎月いくらくらいずつ入っている、ここは空室率が50%だから、このくらいしかインカムないよねあ。この前のオーナーさん全然儲けてないねとかっていうのが分かっちゃうんですよ。で前のオーナーさん全然儲けてないね。なのに私がこの値段で買うって言って、うんって言うかなってね、オーナー目線で考えてください。買い主目線も。 ででも両方考えるんですよでオーナー目線で考えたとき、この人ね、もう相当この物件からもうあの2倍くらいもう手に入っちゃってるから、これね、あの1億円で売ってるけど、もう5000万でも、まあ、こ,れこの人、もうすでに利益出てるよねみたいな物件もあるわけです。そしたらもうね、早く売りたいときがあるので、そういう物件は安くね、行ってもいいですけど、そこは自分の人生設計で。 あ,のあんまり、ね、欲張りすぎると、相手がね、お前、帰れ、この野郎、ばなのたたき売りじゃねえんだってなりますからね、まあ、そうじゃなくても差し値すれば必ずそうなりますので、上限と下限を決めてください。これを投資的な観点から、そして物件的な観点ですね、ここはあの階段が老朽化してる、ベランダが老朽化している、えー、貯水槽がちょっと古くて、これは取り替えると500万円くらいかか,かりそうだな、ね、それのリスクを飲み込んでも、うん。 買っていいといとうこの金額的な値段だからリスクから見てこのねあの地域で賃料この辺このくらいの平米数だったら賃料いくらでも決まってるわけですよでその上でいい部屋だからみんなが、ね、入ってくるんですねだから賃料を上げてもみんなが入ってくるんですよねそういう物件的な要は不動産の見地からの、えー、考察っていうのを書類そして内見から行うわけです。 でその結果、いくらで買おう、いくらで差し値、これだったら買ってもいいっていうのを決める、そして買ってもいいじゃないですかで。この差し値で値段がね、この値段で差し値が通ったら、私は絶対にこの物件を買う、そしてこの物件に住んでる方々を必ず幸せにする、この地域の信仰に私が寄与する、このくらい思ってください。 そうなんですね。あの集合住宅で、十部屋も二十部屋もある。時には、その二十部屋でかける二で、大体四十人くらいのですね。方々の人生の住みか、もうね。あのベースとなる基地を提供させていただく立場になるわけですよ。ね、あのだから、それをいい生活をしてもらいたいなって。 思ってそう,いうそういう投資とかもできる投資っていうかね、その方々にあの幸せな生活を提供できるだけの何かを毎月払い続けなきゃいけないんですね。それができるから、それ以上のものを毎月もらえるわけです。で、決めてください。だから、差し値で入れるときはもうこれ、この値段だったらもう買相手がうんって言ったらもう買うことになりますからね。ら試しに入れてみるじゃないんですよ。でも銀行のね、 えーまあ、ローンが降りるかどうか分かってないのに、そんなことできませんよって、ね、なるじゃないですかだ、でも安心してくださいあの、ローン特約っていうのがあるので、そのローンが降りないと、降りたらこの金額で買いますっていう、そういう特約を含ませるっていうのができるんですね。まあ、だいたいたその契約するまでには、もうあの銀行の仮審査みたいなのが終わっててあの、もう降りるってことはほぼ確定してるので、ね、安心できるんですけど、それでもローンが、ね、降りませんでしたって、このローン特約をつけてないと、 あなた買うって言いましたね、契約書に反抗してますよね、手付金入れましたよね、でも銀行のローンがおりませんでしたね、じゃああなた契約違反ですねって言って、手付金を持ってかれたり、まあ、売り主だったらその2倍とかですね、あのまあ、それ契約書に書いてありますけど、そういうことにもなるので、このローン特約、ねあの、一時審査で受かってても、その本審査で銀行が、ね、やんごとなき事情でなんか断りを入れる可能性もなきにしもあらずなんでね、まあ、ローン特約100%つけてください。そしてフルローンを狙ってください。 あの頭金が,、ね、頭金があ,のあると、やっぱりそのお金が、えっと、レバレッジが効,かな効きにくいし、もう手元のお金が出ていくとです、ね、その運営資金、その物件にこう、ね、最初、修繕とか広告とかしていくわけですよ。だから、もうカツカツの運営はね、で、買うんだったら、これね、やめてください、そのちゃんと余裕を持ってやるんですよ。カカツカツでもう 買った瞬間日1円もない、どうしようじゃあダメですよ。もうそれも最初エクセル作ってる時点でね、もう自分で分かってると思いますけれども。はい。ということで、そこからこの交渉、対銀行、対売り主をやって、ここをね、メインコンテンツなんでね、あの次じっくりあの説明しますんでね。そして待つわけです。待つって一体何なんですかと。じゃあ、例えば1億円で売られてる物件を7000万円で買いますって買い付け証明を入れますね。そしたらそれが不動産業者に行って、 さんんめてるんですかえこれ1億円って書いてあるのに何7000万円で買うって言ってるんですかこんなもんねオーナーに見せられませんよってこれ普通こうなりますよね。そうなんです。なるんです。大丈夫です。この物件にはこんなリスクがあって、えー、そのことはオーナーさんも気づかれてるはずです。で少なくとも私が見積もってこの物件7000万円 要はね、あの3000万円はその修繕とか、まあ、あの水道管の掘り起こしとか、ね、直さなきゃいけないとが崖崩れしそうだから擁壁をあの直すのに500万円かかりますとかあのもう畳の部屋なんか今更、ね、もう入らないので全部フローリングに直させていただきますとかそういうリスクをもうオーナーは当然知っているわけですよ、ね、もう今の持ち主なんですからでそういうのを書いてでもろもろ足すともう最低でも、まあ、3000万円あの最初に必要です。オーナーナ様 あなたがこの物件を1億円というのは本当に妥当なこの物件の収益から考えると妥当な金額です。ですが、3000万円の,その修繕をしないとあなたのようにあなたができなかったあの満室経営というのができないので3000万円分をちょっと引かせてください。だから7000万円で差し値を入れさせていただきますっていうのをあのオーナー様に交渉するんですね。で、それ書いてあるのであのオーナー様に見ていただいたら確かにそうだなと。 うん、こいつだったら売ってもいいなってね、そのな、こいつだったら売ってもいいなっていうのもポイントあるんですよ、それのちょど言います。そういうものを渡して、まあしょうがねえなって言うのか、おとといきやがれー、べらぼめって言うのか、でもこれもちろんその方に、 残りの借金が8000万円、ね、銀行に返さないといけないお金が8000万円あったら何千万円で売ってくれって言っても絶対売ってくれませんからね。だってその人、新たに1000万円をそこに突っ込まないと、ね、銀行への返済が終わらないから、定当権外れないわけですよね。と,ということはあの執行されない、まあ、売れないっていうわけです。なののので、まあ、もちろんその人の残債がそ人残がれ以下に になってるっててるるがあるんですけど、まあね、もう残債もいってるし、まあ、これを7000万円で買っても、えー、7000万円で売っても、ねまあ、手残り2000万円あったから、まあ、いいか、この物件を手放すほうがいいなっていうその、ね、おじいちゃんとかになっちゃうともう、ね、そういうフェーズが来るんです、もしくは地方の物件いっぱい持ちすぎてて、もう煩わしいと、都内の物件に集中したいから、そのための頭金を今、3000万円欲しいんだよね、だからこの物件売ってね、3000万円になるんだったらもういいやとか言っ,て売っちゃう人がいるんですよ。 いるはずないでしょって思うかもしれないですけれども、これがこれから買う人と、もういっぱい持ってて、売る人のもう感覚の違いなんですね。で、それはもうやってみないと分かんないです。で、実際そうじゃない人かもしれません。分かんないです。わかんないので、数って10個くらいやったらだいたい当たります。まあ、20個くらいですね。うん。どこの世界にありますかたった20回やるだけで2000万円、3000万円ね、ね儲けてしまう。まあ、1000万円、2000万円くらいですね。あのお前、は相場よりも安く買えるっていうのは。 ちなみに最初の売り値っていうのは相場なんですよ。だって、プロの人が値付けをして、この値段だったら売買が成立するなっていう金額で売りに出してるわけですから、プロが見てね。その値段からさらに、まあ、2000万円なり、あの1000万円なり安く買うってことは、それなりの交渉術が必要だってことです。で、そのためには待つんです。なんでですか、ね、向こうは1億円って言ってるのに、7000万って言って、すぐに OK! ーっていう人ってあんまりいないですよね。 まあ、たまにいるかもしれないですけどもね、もうその売りたくて売りたくてしょうがない、ちなみに私も、ね、この前の、決済しましたけれども、うん、まあね、もう2000万円ぐらい高く売れたかもしれないっていう相場のところで、その2000万円くらい安く売っちゃいました。なぜならば、今、現金が欲しかったからということなんですね。で、その今、現金があることの方が、次の投資に使えたりするので、その人には価値が大きかったりするんですね。だからもう額が違うわけですよ。なので、十分ありえます。 ということでね、で、そのためには、私ね、こういうことがありました。あの、もうね、おいくらですって出すじゃないですか。もう無視ですよ。バカか、こいつはと。俺が1億円って言ってないんに、7000万円ないだろ。アホちゃうかって言って放置された。ね、それでもう向こうも、不動産業者もそういうの見せたくないんですよ。だって怒られるから。お前な、1億円って言ってんのに、7000万円で買うっていうやつのやつ持ってくんなよってね、普通怒られちゃうじゃないですか。だからみんなね、怒られたくないんでね、やらないんですよ。でも 3ヶ月経って、やっぱり誰からも反響がない。反響っていうのはこう問い合わせですよねあの。ちょっとこれ内見させてくださいとかあの買いたいんですけど、反響がない。しょうがねえな、さあさあ、あの金額でうん買ってくれませんかみたい、ね、な。で、まあ、ちょっとあの金額じゃ売れないんですけど、まあ、7000万じゃダメなんですけど、8000万円だったらいいってオーナーが言ってるんですよね。わかりました。7500万円で。みたいなね、これが。 7500万円きついんですけど、7800万円分かりました。それでは7600万円でフィニッシュみたいなね、もうどこの世界にあるんですかね、このなんかあの、ゴルフであのグリーンのそばでこう、おお、えた、ああ、えた、超えた、超えた、超え,えた、入ったってね、こうやってなんかこう、行ったり来たりしながら、1回行ったり来たりするだけで数百万動くって、これね、不動産の、不動産だからなんですよ、ね、もうさじ加減です。ね、なんとなく寒 300万円、うん、300万円、よしみたいなあの、分かりますかね、1億円って言ってて、7000万って言って、8000万って言われて、7500万って言って、7800万って言って、7600万フィニッシュみたいなね、こう,こういうパターンです、大体。あのなので、もう非常にね、えーまあ、最初仕込むところまでは大変ですよ。で、そ仕込んだ後に、それがもうね、満室で稼働して、こう綺麗な部屋で、 周囲の不動産屋の方々に、えー、あの物件に連れていけば、ね、決まるよ、あの物件ね、この辺で A は、ね、もう連れていけば決まる物件なんだっていうのが、不動産業その地域の、ね、不動産業者の中で噂になったら、みんなもうめんどくさいからもういろんなとこ見せに行くのを決めるとこしか、ね、案内しないんですよ。そうですよね、自分が不動産業者だったら、決まんないところに連れていったら、ね、ああ、ここなんでこんなとこ紹介するんですか、も,うちょっともっといいとこ紹介してくださいって言われて、また2件も3件も連れていったら大変ですよね。 1軒目はまあ,そのまあまあかなっていうところに連れてて、2軒目で決めたい、ね、こうお客さん、ここで反抗してください、これ以上の物件ありませんおおさっきの物件と同じ値段なのに、こんなにいいの、漫画読み放題なの、w i f i 無料なの、やい、ここにしますってなるようなところに2軒目に連れていくんです。でそこにでそ、そういう情報っていうのは、地元の不動産業者の中でも、ね、共有されているので、だってみんな面倒くさいこと嫌じゃないですか。だから あのね、その不動産業者の人がタバコ吸いながら情報交換したよ。おまあ、最近どこあの連れて行ったっあ,あ,そこあそこどうだったあ悪かったあ分かった、じゃあ、うん、俺連れて行かないようにするわ。みたいなあ,あそこよかったあ,えあそこいいんだじゃあ今度連れて行こうみたいな、ね。決まるところに連れて行くんですで。そのためには、まあね、待つ。待つんです。3か月後とかにかかってきます。やっぱりあの金額で。ね あのもうその時にもに決済してて、もう行ってたら、まあね、ご縁がなかったってことなんですけど、別にね、いいんですよ、何回断られても、そうなんです、だってね、買うまで自分に責任発生しないですからね、その代わり買った後にはローン、えー、住んでる方々を幸せにする義務。 でまあね、あのおかしくなったら修繕するとか、面、ま、倒、あ、くさいことが起こります。でも、大体そういうあの煩雑業務っていうのはこの管理会社がやってくれるっていうシステムがこの日本中、もう至る所にありますんで、オーナーとしては時間が空くわけですね。ということで、待ってください、うん。もうすぐ断られてもね、別にがっかりしない、ああって。まあ、でも、神様がね見ててくれたら、また申し込みって買うあの、買ってくださいって来るんじゃないかなみたいな。 そのためには大量行動、大,ね、あの大量行動の回で見ましたよね、大量行動やってください。そして仲介業者を通じて差し値交渉。ね、さそのさっきのこの行ったり来たりですよ。ね、バナナ叩き売りじゃねえんだからって言いながらね、えー、8000万、8000万、7000万,万みたいなね、<laughs> やってるんです。で、これを直接ねお、向こうの売り主、オーナーさんと会えるのは本当、決済の日くらいです。で、決済の日も会わないパターンもあります。 もう最近、ズームとかでね、あのもう書類の取り返しだけで終わっちゃったりして、でもそういうところで、なんで私に売ってくれたんですかとか言ってこう話をしたりすると、まあ、いろいろ学びがあるんでね、これはぜひやってみてください、そういうオーナーの心理ですよね。で、自分の経験値が上がっていくと、次の物件からだんだんあのさらにうまくできるようになっていくと、でこの指し値交渉はあの仲介業者を介してえやっていくことになります。 はいそして売買が成立すると、重要事項説明と契約書作成ということでね、ごっつい資料も,も読み合わせして、本当、自分がわからない言葉だらけだと思います、なぜならば、ね、宅地建物取引士っていう、もうそれ専用のその重要事項説明をするためだけにある資格と言っても過言ではないね、そういう資格の人がまあ私も持ってますけれども、その資格。 あのなんか難しいこととかを簡単に説明してくれたりね、ここはなんですか、ここはなんですかってねあの、質問されたことは答えなきゃいけない、で、それをパパパパ,パーって質問とかなしでずっとやってても、まあ、体2時間とか、1時間じゃ終わらないですね、あのー、2時間くらいかかります、これが質問とかをするとね、もうね、こだわりだしたらね、5時間、6時間かかるんじゃないですかね。 この擁壁規制って何ですかとか、このリンチの境界が確定してないって何ですかアスベストって何ですかとかね、あの,あのリンチ未確定のやつはやって、え、決まってないんですかとかね、もう見た瞬間に、ね、不安になって、そこでおじけづいちゃうことはあるんですけど、そこはあの事前に見せてもらって、せあのこれ重要事項のひな形を事前に送ってくださいとか言って、それで専門家、自分の信頼できる専門家にとかに見てもらって、これ、 意味わかんないですけど、大丈夫ですかねああ、これよくやるやつとか、ね、これは決定的にやばいから、この物件やめた方がいいとかね、まあ、あるかもしれません。そういうのは自分で努力してください。なぜなら、ね、もう物件によっても全部違いますから、それも含めてリスク。でそこからの差し値交渉っていうのは基本的にできないので、もう、ダメだったらもう、やめてください。 でも、や、まあ、めるとね、もう次からそのあ、この人もドタキャンする人なんだっていうのでね、なかなかその同じ業者からもう話が来なくなりますんでね。はいまあ、私の場合はね、たまたまそういうのもまあ当然、知識がありますし、あのまあ、何個も契約書とか見たりしてるんで、まあ、大体わかるんですけど、それでもやっぱりね、わざと質問することがあります、ここはどうなっていますかとかね。 そういうふうにやって自分のレベルをこう上げていく、まあ、偏差値を高めていくような努力も必要ですね。そして契約書に反抗したら、もうあの手付金をこう何週間以内だったら放棄してあの解約できるとか、いろいろ書いてますんでね、そういうのを勉強してください。はい。もうここまでいくとね、もうまな板の上に乗った鯛ってことで、もうあとは、ね、料理しやがれ、俺は金払うだけだみたいになってますけどね。ということで、まあ、1件目は、 あのもう人生をかけた大勝負をいきなりするのもありですが、あのちっちゃいもうワンルーム投資、ワンルーム投資なんかね、まあ、全然その投資としては儲からないし、そこで元を取るのに、ね、20, 年20年、20、ね、年、悪い物件だったら30年くらいかかっちゃいますよ。つまり30年、元を取るのに30年かかるってことは、30年間次の投資ができないってことを意味しているかもしれませんからね、その方の収入によっては。なので、あのーまあ、積算評価が出ているような物件を買えば、 積算評価っていうのはね、建物と土地の,その固定料金、値段っていうのをまあ国があの固定資産税評価額とかで出してるんですけど、それの金額が、まあ、つまり銀行から見た価値がまあそれに近いんですけれども、それが自分の買う金額よりも超えてるか超えていないかとかで、まあ、超えてたらね、当然資産性のある物件を買うってことなので、あの積算評価がプラスですなんて書いてあるあの物件もあるわけですけれども、そういうのを買うと、 資産的に銀行から見た資産的にはその不要債権じゃなくてプラスになっているので次の融資が下りやすいとかねそういうのもありますけどもまずは小さくやってみてくださいそしてそこで感触をつかんであのその時にワンルームとかじゃなくてできればやっぱり4部屋6部屋くらいあった方がいいですねあのリスクがッジされますんでそして部屋数が多い方が まあ、あの例えば Wi-Fi 無料を入れるにしても1個の,、ね、あの回線でもう全部使えちゃったりしますので投資効率はいいですし同じ部屋がいっぱいあるので、まあ、いろんなまあ設備を整えるのもまあ簡単に、まあ、管理自体も楽になっていきます。ということでこれが交渉術のやることなんですね全体像全体像見えましたかさーてお楽しみ。ね、ここじゃこの対銀行のプレゼンシートをどうやっていくのかっていう肝のところをこれから、ね、説明して,てこれがね プレゼンシートなんですけども、例えばね、もうお前がね、映ってて全然見えねえよってなってるかもしれないです。これ、また次の回でやるんで見ててください。こうやってね、まあ、これ、格納物件ですけど、スバルハイツっていうのを買ったらどうなるのかとこういうのをね作って、ねあの、業者からもらったあの資料とかねあの、修繕利益とかを貼り付けていってくださいねみたいなのを説明していきますんで、これは面白いっていうかね、もう、ここまでね、公開して 教えていいんですかこう不動んのおにまむし、タイ銀行プレゼンシートですね。はい、これをやっていきたいと思います。それではね、ここで一回切,り切ろうと思います。次は、このタイ銀行プレゼンシートですね。はい、今日もここまでお話を聞いていただいてありがとうございました。イエス